りましょう。今日解説に私の隣に座ってくれましたのは久しぶりでございましてね、上田晋司コミッショナー、あの熱血コミッショナー。今日はいろいろと問題がありますので一つ、コミッショナーに座っていただいたんですが、後ほどいろいろとよろしくお願いいたします。よろしくこちらこそ、それから今日のお客様でございます、おなじみの甲斐千恵美さんです。はい、こんにちは。千恵美ちゃんは何か、はい、自分ではスポーツなんかやってました？私はね、バスケットボールやってたんです。バスケットボール、なるほどね。じゃあ身のこなしなんかは大丈夫ですね。いや、どうでしょうね、時々ね、この女子プロレスは場外乱闘があって、ね、逃げ遅れて怪我をしたりするとね、心配ですから、はい、さっと一つ早めにね、逃げてください、ね、はい、今日は何か期待してますか？こういったところを見てみたい。私、クラッシュギャルズ大好きで。ファンですか？はい。これはクラッシュが聞いたら喜びますよ。はい、大いに遠慮なく声援してください。はい、極悪同盟に聞こえないようにね。はい、それからもうお一人お迎えしております、おなじみの小松正夫さんでございます。ようこそ。こんにちは、どうもよろしくお願いします。小松さんにはですね、ぜひこの放送席に座っていただきたかったんですけど、今までご縁がなくてね。ああ、そうですね、はい、ぜひもう本当、僕今日はもう本当に楽しみにしてるんです。そうですか。はい、はい、まあ女子の格闘技なんですけど、小松さん、はい、やはり小松さんも何か今日は期待していらっしゃったと思いますが、どういったところを見てみたいですか？いやー、その時々テレビではもちろん、はい、見させてもらうんですけどもね、あの迫力を生でっていうことはもう第一番ですけども、はい、あのスピード感のあるね、もう本当に真剣な勝負をじっくり見させてもらいたいと思います。女子プロレスは小松さんね、はい、スピード感っていうのがもう一番の売り物なんですよ、実は。あ、そうでしょうね、はい、若いですね、みんなね。しかし立ち直るのは早いですね。そうなんですね、はい、ぜひ一つ放送席から声援をお願いいたします。わかりました、はい、ということでございましてね、それではそうですね、まず今日も歌からお聴きいただきましょうか。クラッシュギャルズ大いに乗っております、炎のバイブルです、どうぞ。84年新人王決定トーナメント準決勝でございました。長堀和江対加藤悦子の一戦をお伝えすることにいたしましょう。実はですね、もうすでに、優勝決定戦進出を決めておりますのがですね、小松美香選手ですね。勝った方がこの小松美香選手と今年の新人王争い、こういうことになっているわけなんですが、上田さん、まあ、やはり何といっても長堀が優勝候補最有力ですから、加藤としてはちょっと苦しい試合になりそうですね。まあ、ただ長堀がね、はい、後頭部の傷の後遺症で、ありました、練習がちょっと不足してるんですよね、うんうん、特にブリッジができていないと、はいはい、この辺りがちょっと難点になっ てくるんじゃないですかね。戦前の予想では 7-3 で長堀ですよ。そうです、そうです、はい。まあ、しかしちょうどハンデキャップぐらいになるかも分かりません。ちょっと熱戦を期待したいと思います。ただいまより1984年全日本女子プロレス新人王決定トーナメント準決勝20分1本勝負を行います。氏家リングアナウンサー、選手の紹介であります。まだ16歳になったばかりの長堀和江であります。そしてこの加藤悦子選手は15歳、まあ、いかにも新人王戦といった感じの試合になりました。上田さんね、16歳と15歳、それも16歳になったばかりですよ、長堀選手が ねついこの間ですね、なったのは、はい、でも顔を見るとね、そのとても16歳という顔じゃないですよね。本当ですね、まあ、新人として、入ってきた時からこの長堀選手という人は本当にちょっとね、混ぜているような感じでしてね、お姉さんのタイプでした。さあ試合が始まりました。一方の加藤悦子選手も先ほどご覧いただきましたが、やはり15歳には見えない落ち着きがあります。果たしてどういった試合内容になってくるんでしょうか。まあ、お互いに相手の手の内はよく知っております。お互いに練習している仲間同士であります。まあ、しかしこの新人王決定戦というのは、そういった仲間がですね、初めて自分の力を試すとか、名誉のためにね、
お互いに対決する場所でもあるわけですよ ね、 あのこの2人はね非常にライバル意識を燃やしてるんですよね、はい、あそうですか、あの、まあ、長堀があの空手を習いに行ったと、その時にあの加藤がね僕に言いましてね、はい、あのなんで強いもんばっかり活かすんですかと、ほうほう、私も教えに活かしてくださいと、なるほど、だから非常に、まあ、あのそういう意味では加藤という選手は意欲があるんですよね、あそうですか、体は細いですけどね、おとなしいあの顔してますけどもね、いやしかし16歳と15歳、千恵美ちゃんね、えこういったあの若さで格闘技、ね、プロレスの世界に飛び込んでくるなんてちょっとちえみちゃん ね、想像つかないでしょう、そうです ね、 ね、はい、前に練習試合ではね、はい、あの加藤が勝ってんですよね、これ、あそうですか、ね、だから今日は そ, のあのそういう意味でもね、加藤は勝ちたいと言ってましたけどね、まあ、あの小松さんその時は、ね、先ほどもあのお伺いしたように、プロレスはね、女子プロレスは初めてってことなんですけども、いかがですかこうして、女子の格闘技ご覧になりまして、いやもう勇敢ですね勇敢ですね、はい、本当にこれはもう本当に感動すら覚えますね、そうですか、なんて言いましょうかね、はい、あのさっきもお顔の話が出ましたけどね、はい、いい顔してますね、ね、キレーってしまった、もう何とも言えないですね、はい、興奮します、まあ、あの控え室で本当におとなしいね、父ちゃんなんですけども、こうしてリングに上がってきますと表現しましてね、そうですね、はい、思い切ってね、自分の体でぶつかっていくというのが、まあ、こういった女子の格闘技の面白いところなんですが、特にこういったプロレスでは女性のそういったね、なんとか特性というんでしょうか、縦横無尽に発揮されましてね、お客様がまた喜ぶわけであります。長堀はやっとあの頭の傷が治りましてね、いやそうでしたね、やっとあのブリッジができるようになったそうですよ、ああそうですか、まあとにかくあの大変な失血でね、お師匠さんの山崎さんが救急車を呼んで病院に担ぎ込むという、今あのちょっと攻められてるんですが、長堀和也選手は小松さんね、はい、練習中にも頭を切っちゃって大変だったんですよ、あ、はい、そうでしょう、まあしかしそういったあの傷っていうのはね、つきもんでしてね、そうは言いましたもんね、はい、いやもうこうやっててもね、怪我がないっていうのは、まあまあ、もちろん鍛えられてるからでしょうけど、はい、ないのが不思議なぐらいですね、本当ですね、これでね、やはりあの新人の頃はね、全身あざだらけなんです、真っ黒なんですよ、もう太ももなんか ね、 そういったのがあの試合を続けているうちにだんだん取れてくるんですね、あさあ空手技を出して、あ、そうですね、あこれが効きました、効きますね、まあ、しかし長堀もあの今空手技をね身につけている途中なんで、なかなかあの上田さん、まだ自分が思っているような、技が出ないようですね、そうですね、あのタイミングが悪いようですね、まだね、肩から入っていってまして ね、なかなか実戦では使えません、まあ、そういったところを本人も十分承知しております。なんといってもお師匠のさんの山崎さんがね、一番あの歯ぎしりしながらいつも見ているようであります、はい、新人王決定トーナメント準決勝に入りました。今週は長堀和也、加藤悦子、両選手の対戦を皆様にお伝えしております。まあ、勝ちますとですね、すでにあの決勝に進出している小松美香選手とね、いよいよ今年度新人王をかけて対戦すると、こういうことになっているわけで、大和市の社体工業体育館、ここで新人王の決定戦が行われます。果たして長堀でしょうか、あるいは加藤悦子選手でしょうか。小松美香がじっと見てますよね、このリングを。そうなんですね、やはり控え室からこのリングサイドに姿を現しまして、小松美香選手が準決勝の第2試合を見ております。満員の堺町民体育館、さあ、あっとこの辺りなかなかしぶといですね、まあ、加藤悦子選手というのはあの足もすらりと長くってね、あれこれプロレス大丈夫かなって新人の時思ったんですけど ね、でもあのフライング技がうまいですよね、やっぱりバネがありますから ね、 はい、さあしかし加藤が意外に頑張ってます ね、 そうですね、確かに、はい、もっと早いうちにね勝負がつくかと思ったんですけども、僕はまあそう思うんですけどね、あそうですか、ね、最近スタミナつけてますから ね、はい、だって前に練習試合あの、まあ、長堀が頭を傷つけた時だったんですけどね、はいはい、やっぱ肩で自信も持ってますからね、なるほど、長堀はやはり、まあ、新人王に入ってから練習中に頭を傷つけたんですけども、この辺りはちょっとハンデになってるかも分かりませんね、あ練習が少しね、はい、あのできなかったですからね、そうですよね、特にブリッジの練習ができなかったのが痛かったですよね、あ一番の頭を使いますんでね、しかもピンチを脱するといいますかね、ブリッジはどうしても必要であります。そのブリッジの練習ができなかったという長堀和恵であります。
ちょっとね、顔面汗がね浮かんでまいりました。さあどうするか。積極的に攻めておりますのが加藤悦子選手。長堀今ピンチを出しました。政権でちょっと痛められたですね。あーなるほどね、うん、はい。さあ加藤どうか。今度はどうでしょう。おっと今度は加藤がいった。さあこれはどうか。危なかった長堀。さあ加藤ロープに振りました。どうかーっとキックいった。ドロップキックでいきました。さあドロップキック、これは得意技、18番だ。3番目が出ました。まだいくか、まだいくか。6発目出ました。さあまだいく。5発目出ました。見せ場を作ってます。6発目であります。これだけドロップキックをやるのは大変です。さあそしてロープに振ります。さあフィニッシュに持っていくか。加藤チャンス、またいった。強烈な一発が入りました。長堀ちょっと危ないですね。さあそして抱え投げであります。ボディースラムに行きました。もう一発。さあ加藤どう最後フィニッシュに持ってまいりますか。あーっと後ろに落とすか。スタースルーであります。そして上からいった。どうか、懸命にこらえた。おっと長堀どうかどうか。これは完全に肩が上がってましたね。ホールの体勢になりません。じっとジミー加山。さあどうでしょうか。カウントを入れません。まだ入れません。しかし加藤本当に粘っこく攻めております。なかなかやりますね。この辺りがもう互いにね、執念もむき出しですもんね。執念むき出し、いかにもあの新人王戦という感じがしますよね。はい、ベテランになります。なかなかこういった形になりませんが、さあどうか。また頑張っている。必死ですよね両方ともが。攻める方もいいし守る方もいい。加山のですねカウントを入れるタイミングが難しいです。あー一つ入った。あっとどうか。まだ攻めている、まだ攻めている。やった。どうか、やった。これは番狂わせ。なるほど、上田さんがおっしゃったように加藤が何度長堀を破りました。加藤悦子大金星、長堀和也敗れました。今のはしかし必要によく攻めましたね。レバッコサーがいいですね。いや加藤悦子にこれだけの執念があろうとは私も思いませんでした。長堀和也敗れ去りました。30分一本勝負、タック戦を迎えました堺町民体育館。さあ、ような雰囲気に通路が包まれております。花道を今、ダンプ松本が登場してまいりました。なんかもう、テニスとして体に腐りだらけという感じ。ダンプ松本の入場であります。騒然としてまいりました堺町民体育館で、阿部志郎レフリーであります。阿部志郎レフリーがまたカメラマンなんかやっております。さあ、いや最近はですね、カメラマンとね、阿部志郎レフリーのこういったいたことがよく見られます。全く考えられません。阿部志郎レフリーの入場であります。今日はこの阿部志郎レフリーがあるいはレフリングをやるんでしょうか。いやそうでもありません。リズムカードがすでにリングの上に上がっております。山崎樹、舘野紀夫、ゆっくりと静かにリング上に登場です。選手の紹介ですが、何かですね、揉めてますですね。セコンドがね、上がっちゃいけないと。下へ降りろと。なるほどね。これはもう山崎樹としては当然なんですけどもね。おっと山崎とダンプ松本にらみ合いであります。藤井エリングアナウンサーが選手の紹介を中止しております。カエルコールが飛んでおります。高い町民体育館、早くもカエルコールが飛んでおります。いやー山崎樹が起こりました。山崎樹が起こりました。阿部志郎レフリーが今エプロンに上がっております。これに対しまして抗議山崎樹。改めて選手の紹介であります。今縦の谷尾選手が紹介されました。星とクラッシュジャンプ一番星であります。多くのテープが飛んでおります。
いつかクラッシュギャルドを倒してみたい。二人は固く誓い合っております。そして青コーナーの紹介です。ほとんどテープは取っておりません。盛り上がりません。ダンプ松本、そしてペギーリーであります。選手の紹介にほとんど拍手が起こりません。満員の堺町民体育館であります。さあレフリーがレトロカーツということもありまして、これはどうやら最悪になりそうであります。またもカエルコールが飛んでおります。今日は放送局にはたまたまですね、コミッショナーの上田真嗣さんが座ってくれてるんですけども、最近このレフリーに対する不信感というのが本当に強くて、フジテレビも数多くのあのファンからですね電話の抗議が殺到なんですよね。あの私もね、はい、今日会場する前にレフリーを呼びまして、はい、全員に公平なレフリーをするようにと通告しましたし、もし聞かない場合は私はライセンスをやれとか出場停止とかそういうのがあります。試合しろ、そのまま試合しろ。いや山崎さんそのまま試合しろ、ね、とにかくあのこんなレフリーこんな状態では試合ができないという山崎、試合しろ、とにかくやれ。まあ、過去ですね何回か痛い目に遭っております山崎樹、縦の乗り尾としてはなかなかあの安心して試合ができない、そういった数字状態ですよね。わかりますよね。さあっとこれです。今度は中野稽古が出てまいりました。極悪同盟の選手が一人でもリングに上がりますと全く無効地帯とかします。山崎危ない、これを上がった山崎樹、鮮やかでやります。すごい鮮やか。さあ今度は今さあレギーリーが山崎いつきをロープに振っております。後ろから羽賀いじめにいたしました。何かまだあの試合が始まってるんですけども会場内は騒然としております。ちゃんとレスリングを楽しめる状態ではありません。ご覧ください。いやーやったー、うまかった。さあここは山崎チャンスでやります。アメリカでライセンスを持ってるにしても日本のリングでねレフリーをやる以上は今みたいなあの彼女のやり方はねとても了解できません。さあ今場外に押されましたレトロハートに対しまして、あっと手を出しましたが今度は今日来たダンプ松本、ご覧ください。さあ山崎樹上がった、あーっと残ってる残ってる、上田真嗣に対しました、縦の伸びを通してやります。は無理もありません。なんとかしろという、いやー上田コミッショナーに対する選手の抗議わからなくもありませんね。これはなんとか一つ上田コミッショナー聞いてやってください。わかります、ね、こういうレフリーはやっぱりひどいですね、はい、さあこの間に山崎樹がやられております。山崎樹すぐ凶器を取られなくちゃいけないですよね、はい、あれをすぐ取らなくちゃいけませんでしょう、ね、完全にだって凶器であれだけね攻撃してるんですから。しかし隠してるなと思うじゃないですよ ね、 ね表に堂々と出してますよ、ね、隠してやるんならともかく、もう堂々と出して、しかもレフリーがこれを咎めませんもん ね、 小橋さん、これはやっぱ今週はどっからもお願いしたいですね、あっとどうして止めるのか、どうして止めるんでしょうか、考えられません。こういったことは考えられません。レフリーの交代が当然であります。今なんかコブラツイストをかけようとしている山崎樹をね振りほどきました。ですからねファンも選手も納得できません。いや山崎樹も足音の字でやります。あこれをどうしてね、あれどうしてはするんですか。あいやロープ今は分かりますけどもね、その前ロープじゃなかったね、もうめちゃくちゃですね。とにかく極悪同盟だけという感じであります。安倍城レフリーとそしてリトルカートが出てまいりまして、堺町民体育館収集がつかなくなりました。最近のいつものパターンです。さあダンプが行く、強烈なヘッドバット、まあ、ダンプとペギンリーの力を持ってすればですねちゃんと戦ってもですねご覧のようにね強いんですけども、何か狂気がなければ戦えなくなりましたダンプ松本。さあ今度は縦の乗り尾の登場であります。5つから乗り尾コールに変わっております堺町民体育館。
それにしてもちえみちゃん、どうですか、はい、このダンプ松本、100キロ、あんなのないですよ、ね、本当にもう顔をしかめてね、ちえみちゃんも怒ってます。さあ、立野が今ロープに振られました。あーっと、入ってさあ、いけ、さあ、いけ、あしかし、やはりダメですね。はい、さあ、あーっと、これは危ないぞ。カウントの入れ方が非常に早い、リトルハートであります。さあ、ペギーリーが登場いたしました。この辺りも十分警戒しなくちゃいけません。縦の乗りをいきました、フライングボディアタック。さあ、もう一発ロープに踏みました。また踏み込んでいった、ネックリーカードロップであります。さあ、行く。こういった技が十分に効いてるんですけども、果たしてカウントはどうでしょうか。あれはダメだよ。さあ、炸裂がかかりました。ハートの顔面に炸裂、お客様喜んでおります。そして山崎に変わりました。さあ、ペギーリーに対してキックだ。綺麗に飛んだ山崎のキック攻撃。あーっと、お客様から投げられたみかんを、あーっとあった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 、やられました山崎一輝。あれ目に入っちゃって痛いんですよね。はい、痛いんですよ、ね、痛いですよ、あんなの。リトルカートのお客様から投げられましたみかんを早速また凶器として使用しております。ダンプ松本めちゃくちゃになりましたね。え、なんとかできませんか、こういうものは。リトルカート見えております、十分見ております。しかしほとんど注意すら与えません。どうしようもないですね。いや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 、なんと方向的に投げました。怒ってます。山崎一輝怒っております。レフリーを変えなくちゃ試合にならない、聞いてあげてくださいよ、気持ちが分かる、ね、アイレコールが飛んでおります。何かまた手にしております。いやーっと、今度は山崎か阿部城レフリーに来てかかりました。そして縦の乗りようが放送的に怒ってます。当然であります。こういったもうね、こうのばかり遠くは試合になりません。そしてダンプ松本が手にしておりますのは何でしょうか。卵ですよ、卵、ね、家。今上田慎二コミッショナーが宇治家リングアナウンサーを呼んでます。ちょっと呼んできてください、平山さんね、呼んでます。さあ、危ない、あーっと山崎危ない、ハイロドライバーを送りました。ハイロドライバーを送った、縦野が行く、危なかった。今放送的にジーリーアナウンサー呼ばれました。さあ、これではどうしようもありません。レフリーの交代がなんとかならないか、今上田慎二コミッショナーから何か通達があったようであります。期待しましょう。さあ、しかしもうリトルハート、これ選手と上はダメでしょう。これは考えられませんよ、ね、これは考えられません。なんと選手に化けてますよ。こんな試合があったんじゃもう誰だって戦いません。さあ、あ、山崎行け。そして縦野が行きます。2人攻撃、もう2人攻撃なんか問題じゃない。クロスショップに行きました。そして2人でキックでやります。2人でキック。さあ、山崎、縦野どういくか。さあ、重い松本を抱え上げますがどうかと。山崎ちょっと無理だ、いったやっと抱え上げます。あ、逆にやられそうだと。山崎逆にやられました。やはり100キロをあの形で抱え上げるのはちょっと難しいですね。重いですよね、はい、さあどうするか。あ、ダンプが2人を相手にします。やった、強烈なリアート、炸裂であります。縦の山崎、枕を並べてダウンであります。これは強烈です。いや、小松さん、あ、空振りだ、逆に当たった。しかし力を持っているダンプ松本、狂気を使わなくたって十分だと思うが、バックを取った、うまいバックドロップ、どうか、カウント遅い、カウント遅い。縦の乗りを泣いて抗議、試合にならない。山崎が行く。さあ、山崎決めるか、強烈に行きました。さあ、リトルハートをやっつけて今場外に落としました。さあ、大きなダンプがやってまいりました。
やい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 や、強烈鉄柱攻撃、強烈鉄柱攻撃、さあもう場内騒然としております。リトルハートのカウントが続けられております。どうなるかどうなるか、あっと後頭のコードを首に巻きました。ゴングであります。ゴングが乱打されました。いやーこれは何とかしなくちゃいけませんね。宇治井エディングアナウンサー今ゴングを乱打いたしましたが、果たして決着はどうつくか、果たして決着はどうつくか。山崎参った、山崎参った、立野参った。しかしこれで勝負がつくか。いやー今上田晋司コミッショナーが本部席へ、向こう試合を手にしました。向こう試合を手にしました。上田晋司コミッショナーであります。山崎樹としてはこれでも十分ではありませんねえ、反則負けを取ってもらいたいという山崎樹。縦の乗りを向こう試合ではなくて反則負け、あっとリトルハートがすっ飛んだ。レグリーに対しまして上田晋司コミッショナーが何か通告する模様であります。もう入り乱れております、騒然としております。いやこのままで決着がつくか。まあ一つあのレフリーのリトルハートに関しては何らかの処分処置を一つ、あの私は ね今本人に言ってくれましたけどね、はい、あのこのままつくならライセンス取り消すと、そうです、ね、いうことを聞いてくれました。お願いいたします。今度やるようだったらそのままでライセンス取り上げます。はい、分かりました。これから選手が入場してまいります。満員の高い町民体育館、ジャガーのテーマが高く鳴り響いております。 3WA の UWA の世界チャンピオンジャガー横田が入場してまいります。30分日本勝負、さあジャガーがやってまいりました。ジャガーが花道を通って浮き物のように身を小さくいたしまして花道を通ってまいります。体は小さくても偉大な世界チャンピオンジャガー横田の入場であります。ジャガー横田今赤コーナーに上がりました。さて低い不気味な音楽に変わります。またしても一波乱二波乱ありそうな予感です。堺町民体育館プレンニューの入場です。一段去ってまた一段、ダンプ松本がようやく1ヶ月に帰りました。入れ替わりにプレンニューであります。いやそしてその後ろからまたしてもあの中野恵子、そして安倍志郎が入ってまいります。なんとかなりませんか、そういった感じの堺町民体育館超満員のファン。女子プロレス最高のスターであります。今テープが後頭部に当たりましてね、思わず苦笑いしておりました。こういったテープは内心は嬉しいけどもどういう風に答えていいかわからないと言っております。対するクレンニューレフリーが安倍志郎であります。またもお客様から不審の声、たった今まであれだけのことをやっておきながら今度はレフリーとして登場いたしました。まあ、とりあえず仕方がありませんか、あのね、はい、だから私は今日試合前にね、もし今日変な試合をするよって言ったら、はい、その場でライセンスを取り消すと言ってありますからね。はい、わかりました。一つ安倍首相レフリーにはですね毎度期待は裏切られてはいますが公正なレフリングをお願いしたいと思います。まあ、なんといっても相手はジャガー横田ね、まあクレニューもですねちゃんと戦えば十分にジャガー横田に戦えるだけの力を持ってますから、今日もクレンニューにはですね本当にあのいい試合を見せてほしいと私からも注文をつけておきました。あーっとしかしダメだ、やはりダメだ、ダンプ松本入ってまいりました。あー極悪同盟ダンプ松本登場いたしました。もうファンも調べきった感じであります。さあ、あーっと後ろを取った、あーっとあっ、あーまたしかし狂気が出ました、また狂気が出ました。安倍志郎これをどうさばきますか。本当に極悪同盟とはよく名前をつけたもんであります。クレインニューとダンプ松本、さあジャガー横田今度は万事に行きました。
さあどうか、リバットを取るか、またダンプ松本だ。しかしまあこれだけどんどん出てくるとですね、阿部志郎ちゃんとここまではレフリングやってますけども、なんともね、手が出ませんでしたね。バイッター今度は首にですね、鎖を巻きつけての攻撃でやります。あれはもう、ちょっとダメでしょ。チュンちゃんが思わず痛いと叫んでますけども、これじゃあね、ダメだよ。はい、さあ今放送席の前に鎖を投げようとしました。抱え上げているクレンギュ、さあ前に押されました。押して上から行きました。85キロ、足がロープに伸びております。しかし小松さん、はい、アジャガー横田っていう人は体は小さいけど素晴らしいでしょう。いやー今もスルッとね、はい、あの抑え込まれそうになったの抜けた当たりのスピードすごかったですね。そうですね、まあとにかくあの女子プロレスラーのね象徴的な存在なんですけども、闘志とそれからスピーディーな動きね、しかもあの体は小さいんですけども大技を連発いたします。そうですね、ただしこういう風に極悪同盟を相手にするときは本来のねレスリングができないんですよ。そうですね、だからもうねこっちも構わずにやっちゃえばいいんですよね。そう思いますよね。はい、チームちゃん一つあの飛び出していってやっつけてくださいよ。ねえ、本当にさっきからね、あもう一人憤慨しておりますけども、あれは本当にどうしようもありません。さあクレンギュ髪の毛を掴んでね、しかも後ろから締めに行きました。さあジャガーがちょっと苦しそうな表情を見せました。なるべくですねクレンギューとジャガーの対戦です。他の人邪魔な人が入らないように試合をね、これだけ大勢のお客様ですから見せてもらいたいと思います。技を見せてもらいたいですね。そうなんですよね、女子プロレスのファンはやはりあの技を見たいという人が多いですからね、綺麗な技を見せてもらいたいんですが、今度は中野恵子が入ってまいりました。最近極悪同盟に完全として入門いたしました中野恵子、もうメイキャップまですっかり極悪同盟であります。極悪同盟のメイキャップっていうのは千恵美ちゃん、はい、独特でしょ。そうですね、盛んにあの黒いのを使っちゃってね、口紅とかも、どうですかね、似合ってますかねあれで。いや、似合ってるかも、珍しいですねもう。でも、はい、ジャガーに対しましてね、盛んにダンプ松本がやっております。ダンプ松本が強攻撃、まあ、あのこの間にクレインユーがですね休んでるんですけども、阿部志郎がですね一応注意やってますでしょ。あっと、なんということをするんでしょうか。阿部志郎やられましたですね。さあこれで阿部志郎怒ってちゃんとしたレフリングをやってくれるかどうか。あれあれ、まだ今度はダンプ松本やってますね。ダンプ松本、はい、完全にこの人は関係のない人なんですけども、中野恵子とダンプ松本がこの試合で大いに勝つ。する一方のクレンニューはもうね楽をしております。極悪同盟というのはですね、かつてのデビル軍団あるいはあのブラックペア、これを上回りますね。そうですね、やることが、あの反則は何とも思ってないですからね、はい、困ったもんなんですよね。完全に開き直ったといいますか、また放送的にやってまいりました。堂々とコミッショナーのところにやってまいりました。そして CWA チャンピオンのジャガーを叩きつけております。珍しく阿部志郎レフリーがね、いやコミッショナーが放送席に座ってるんで何かいつもと違いますね。相当コミッショナーを恐れてますね。はい、ジャガー横田が深く食らいましたよ。ああいったことをするんですね。さあ今度は足を取った、ジャガー横田状態でお返しの番であります。さあジャガー横田お返しだ。さあお客様の中に飛び込ませます。やったやった、騒然としております、騒然としております。はい、町民会議館、お客様も怒りました。もうね、あーっとまた極悪同盟やってまいりました。コミッショナーに対して、あー極悪同盟起こった。いやー、なんということでしょうかね。カエレコールが飛んでおります。場内の雰囲気に何かあのダンプ松本が面白くなかったんでしょうか。コミッショナーに抗議。さあようやくジャガー横田、今クレンギューを攻めております。ストンピングは決定的なストンピングであります。
太ももの裏側一番痛いところ、あーっとジャガー空振りだ。いやそこはジャガーの来る傷じゃないですかね。そうですね、傷はねあそこ来てますからね、はい、さあ少しジャガーすごいなこれフライングボディアタック、これはすごいジャガー得意中の得意であります。さあ大技炸裂か、85キロを軽々と抱え上げました。ガシャーを落としました。さあここは大きなチャンスであります。さあどうかカウントが入る。あ今日の阿部志郎レフリーなかなかちゃんとしたレフリングであります。いつもこうやってもらいたいですね。相手の腕を使ってスイーパーホールドの体勢に入ろうというジャガー横田であります。ジャガー横田という人は体は小さいんですが体の大きい人を相手にしても実にうまいレスリングをしますからね。そうね、自分の小さな体をうまく使いますね。はいはい、あっとしかし力ではどうでしょうか。なんとか逃れようというプレイングであります。いや力も強いですよ。強いですか、はい、はい、さあね力クラブで負けておりません。場内が新静まり返りました。いやしかしあのあたりがプレイングの怪力、そうすごいですね、迫力十分だ。いやエルボーでいきました。体重差がありますからね、これあたりはそうですよ一つの技でね、体の小さいジャガーが突っ込んで、何か、あーっとまた狂気を出しました。さあ、阿部志郎レフリーが狂気攻撃に対してね、厳しく忠告しております。カウントを取りました。中野圭吾が行きます。あ、カウント取ってますね。はい、カウントを取ってます。これでいいんですけども、取り上げなくちゃいけない、ね、問題はあれを取り上げなくちゃいけません。しかし、こうして見てみますと、阿部志郎レフリーはちゃんとしたレフリーもできるじゃないですか。できるのに今までやらなかったわけですね。さあジャガー危なくなりました。叩きつけられました。そしてどうか、あっと止めなくちゃいけない。今度は松本が入ってきました。ダンプ松本入ってまいりました。どうしようというでしょう。これはひどいですね。これでカウント取っちゃいけないんですね。本来は取っちゃいけないですね、はい、これでカウントを取るところがまだ阿部志郎レフリー完全にね、公正なレフリングとは言えません。さあ、今度は場外戦になりました。今度は場外戦であります。プレイニューがお返しだ。お客様はね、落ち着いてレフリングのレスリングの観戦ができません。いや、あの最前列は一番高いところでしょ。お客様に悪いですね。申し訳ないですよね。特別席ですもん。ああ今日は阿部志郎レフリーがね、クレーン牛を後ろに戻そうとしております。もうすごいですよ、ジャガーの目を見てくださいよ、ね、この辺りからもうジャガーが燃えてまいりました。まさに豹の目。あっと阿部志郎レフリーに対しましてクレーン牛が怒った。いつもと違うじゃないか、そういった感じで抗議しております。阿部志郎レフリーに対しましてクレーン牛が怒っております。カウント取らなきゃいいんですよ、カウントね。はい、おっと、はい、今入った。あジャガーが行った。あこの体当たりはやはりクレーン牛であります。さあ軽く抱え上げました。どちらに落とすんでしょうか。前に落とすか、角度をつけて落としました。さあジャガー危ない、ジャガー危ない。カウント2でブリッジ、なんとか逃れます、なんとか逃れます。ジャガー横田、さあ試合時間10分経過が場内見つけられました。この試合では30分日本勝負、ジャガーが起こった。ジャガーが入ってきました、ヒットロッパ。そして上からとこのまま固めるかどうか、やはり相手が大きいですね。もう1回行きました。これはどうでしょうか、決まるか。やはり、ね、相手が大きすぎますよ小松さん。素晴らしいですね。スープレックスいった。いやー大きな体をスープレックスしてやります。ジャガーちょっと危なかった、タイミングがずれた。なるほどね、やはりタイミングがずれました。さあクレーン牛の反撃だ。おっとっとっと逆だ、松本危ない。ランプ松本クレーン牛衝突であります。さあジャガーが飛んだ、強烈なキックであります。これは決まるか、決まった。大きなクレーン牛を見事に片付けました。さすが、さすが世界のチャンピオン、ジャガー横田やりました。さっそうたるジャガーのレスリングであります。本当に一瞬です、スピーディーな決め技。素晴らしかったですね。あの胸がスーッとしました。本当に噛みかけるような攻撃がね、はいはい、あっと、いや今日は阿部志郎レフリーがですね、ね、いや今日はいいということでね、試
かし今度はクレンニューが起こりました。ダンプのことが起こってますよ。ダンプは面白くありません。ジャガー横田今、しかしジャガー横田が本当に今日はね気持ちよくファンの期待に応えるねレスリングでした。テープが乱れ飛んでおります。堺町民体育館です。今週は茨城県の堺町がやってまいりました。堺町民体育館からお送りしております。ご覧のように会場はぎっしり超満員であります。そのほとんどが今日のこのメインイベントに注目しております。今デビル雅美選手登場してまいりました。いや今日はちょっとガウンが変わっております。デビル雅美颯爽登場。その後ろから大森ゆかりであります。デビル雅美大森ゆかり素晴らしいコンビが誕生いたしました。さあそしてファンが注目いたします。会場に入りました。そして花道を通ってこれからいよいよ大プロレス飛鳥長与千草、ファンの皆様お待ち遠さまという感じ。さあクラッシュギャルズの入場であります。息を呑んで見守っております。まもなく通路が熱狂の花道と化します。さあ先導しておりますのは新人の長堀和江であります。今ライオネス飛鳥そして長与千草千草飛鳥の入場であります。会場のボルテージは一段と高くなってまいりました。興奮は最高潮に達そうとしております。デビューに一緒に過ごしてましたからね。 はい、それとあれでしょう、ライオネスとこの大森カリはもう宿命のライバルですから ね、 新人の以来のね、はい、だからこれがどういう風になるんですかね。いろんな因縁があります。そしていろんな思い出があります。今日果たしてそれがどういった形でリング上に炸裂いたしますか。ライオネス飛鳥長与千草、改めて小松さん、はい、すごい人気でしょう。すごいですね、はい、やっぱり魅力ありますよ。そうですか、もう本当にね、本当に鍛えられた、同じ人が鍛えられた体ってもう変ですがね、ねえ、本当に本当に一番の方でいいですよね、はい、精悍な顔つきね、ええ、ほらやっぱりみんな興奮しますよね。さあ試合が始まりました。ちえみちゃんもね、とにかくのクラッシュの大ファンだそうですから、今日は一つ大いに声援してください、はい、さあまずデビルが登場してみます。あーっと仕掛けてみる反撃だ。この辺りはうまいところであります。さあアスカが捕まりました。アスカとチグサコーナーで捕まっております。あーっとデビルが2人を相手にしてます ね、 この辺りは監督でしょうね。かつてのブラックね、デビル軍団のドンであります。さあそして今度は大森君にタッチであります。この辺り早いタッチワーク見事。さすがまあこういった作戦になりますと力を発揮いたします。大森そしてはあっとったった。しかしここでアスカに捕まりました。早い試合展開になりました。
今日のこの試合はですね、まあ、あのミスター勝田レフェリーをやってますし、大丈夫でしょうね。この試合はね、クリーンな試合になると思いますよ。ちゃんとした、本当にクリーンな試合で、超満員のお客様を熱狂させてもらいたいものであります。アスカアスカというコールが飛んでおります。まあ、あのクラッシュギャラズファンというね、ちえみちゃんなんですけども、はい、どうですか、あのアスカとちぐさ、それぞれねキャラクターが違いますでしょう。そうです ね、はい、あえて言えばどっちがいいんですか、どちらのファンですか。分かれてるんですよクラッシュファンは。あ、どっちか、アスカが素敵、ちぐさが素敵っていう風に両方素敵です。あ、やっぱりね、ね、はい、さあちぐさが出ました。エルボーで行きました。エルボードロップ。あ、塩野さんね、はい、面白いのはね、あの2人の色紙の売れ行き見てるんですよね。はあはあ、そうするとね、個人で買うよりね、はい、2人で買うのが多いんですよね。圧倒的に違うんですよ。そうしますね、やはりあのクラッシュのコラビに対する、ね、そうですね、はい、あるんですよね。強烈ですよ今回ばかりは。危なかった、先ほどの違いみたいじゃないですね。あーっと、まあ、あのちょっと前までね、長代千草選手は足を痛めてましてね、脱臼ですか。そうです、ほとんど歩けない状態だったんですけども、驚異的な回復力であります。普通の人だったらあれ3ヶ月から、ね、半年ぐらいはね、まだ1ヶ月はダメでしょうね。足を引きずって歩けません、はい、しかし長代千草選手はね、ずっと巡業にもついて回っております。試合を休んだのはほんのちょっとですね。そう、3日間だけですね。あ、そうでしたか、はい、とにかくこうしてね試合を続けております長代千草、ファンの声援熱狂によく応えております。さあここでデビル・マサミが大森ゆかりにタッチ。あれはやっぱりあの足首を知ってますからね。なるほどね、足首を持ってしまってますからね、はいはい、いやとにかくあのサポーターなんかを巻いててますとね、相手のウィークポイントということもありまして、そこを徹底的に攻めるのがこの格闘技。ある意味では残忍なもんなんですけども、勝つためにはね手段を選ばずというか、ここはもう仕方がないんですって。はい、でもそれから今あの腰を攻められてますけども、長代千草腰もここのところ痛めてますけどね、はい、痛めてますね、苦しいところなんですね。この辺りは十分に承知しております。デビル・マサミ、先ほどちょっと上田真嗣さんからご紹介がありましたが、もともとはこのデビル・マサミは長代千草を教えたといいますか、先生なんですよね。やはり同じ九州の出身なんですけどね、はいはい、長代千草もとっても尊敬しているレスラーの一人であります。まあ、デビルさんのようになりたいというのが口癖でした。しかしまあ今はですね、本当にデビルを超えるといいますか、大変な人気者に成長いたしました長代千草。さあこの辺りで足が飛ぶかどうかなんですけども、この辺りは十分に警戒しておりますデビル・マサミ。まあ、問題はこの長代千草選手のキック攻撃、空手技なんですけど、よくね、足を攻めてましてね、この辺りは十分に大森警戒しているようであります。大森が出てまいりました。大森、そしてアスカ。まあ、あのこの会場ではですね、クラッシュギャルズのファンだけではありません、大森ゆかりに対してもコールが飛んでおります、はい、かつての CWA のね、タッグ世界チャンピオンチームの一員であります。力の強さから言えば大森ですよ。そうでしょうね、うん、さあアスカとそれから大森ゆかり力比べになっております。堺町民体育館、試合でいいですね。本当ですよ、はい、ね、お客様も安心して試合を見られますからね。場外戦があったとしてもですね、はい、やはりレフェリーがちゃんとしてますから、はい、安心して見られます。いやー、先ほどからすごい技が出てるんですよね。そうなんです、はい。まあ、しかしこうして見てますと、あの小松さん、はい、女の子なんですけども、はい、本当に大したもんですね、女性であることを私たちあの忘れて見てますよね。もう完全にそうです。さあ今度は足が飛んだ大森ゆかり、力の強いということではこの大森ゆかり、全日本女子プロレスの中でも最有力の一人であります。それとね、大森ゆかりはね、はい、非常に技が豊富なんですよね。あ、そうですか、はい、だからそれがね、地味だから見えないんですよね。そうなんですね、まあしかし一旦は 3AA のねタッグのチャンピオンベルトを失いましたが、剣道従来という言葉もありますし、力して力からしてやはりジャンプを掘り、そして大森ゆかりというのは十分に巻き返し可能な力を持ってますよね。持ってますね、はい、だからクラッシュもなかなかできないんじゃないですか、はい、そのあたりファンも十分に期待していると思われます。今日はこの大森ゆかり、まあ、あの相手を生かすことでは抜群と言われております。デビル・マサミと組んでの登場であります。デビルがタッチ戦うまいんですよね。うまいですね、はい、
ちょっとクラッシュギャルズ手が出ません。本当に一方的ですね今、はい、完全にデビル正美そして大森ゆかりのペースであります。分断作戦が成功してますね。そうですね、はい、完全に分断してますし、やっぱりデビルがうまいですね。試合運びがそうです、そうです、はい、レースの次のに持ってきましたからね。デビルが完全にリードしてましてね、はい、ちょっと長与千草そして飛鳥の方が分断されておりまして十分に力が発揮できません。ですから2人でやってるんですけども2つの力になってないわけですね。そうですね、はい、デビルがタコ戦で面白いこと言ってるんですよね。仲の良い者同士で組んだ方がいいとよく言いますね。タコ は、はいはいはい、気心知れた者同士、デビルはね、かえってライバルで組んだ方がいいと、お互いに、ね、負ける者かとやり合うからいいんだと、はいはい、なるほど、そういう考えを持ってます。それは言えるかもわかりませんね、仲良しコンビが決していい格好を出さないと出さないというんですね。そうですか、うん、それは分かるような気がいたします。さあ、あっと1点目が出ました。ようやくライバルサースが反撃に移りました。カウントは2であります。さあ、アスカ速攻で行く、速攻を打ちました。きれいです。いやー、ようやくライオネスアスカに対しまして声援が多くなりました。もう1回行くか。これまたきれいにカウンターになって入っております。ここで大森会の登場だ。あっと、タッチだ、タッチ長与千草が出ました。どうするか、政権に行くか、そしてキックが飛ぶか。これはカロンをかわしました。さあ、ようやくクラッシュギャルズ本来の動きを見せてまいりました。熱狂の高い町民体育館であります。ようやくちえみちゃん、クラッシュギャルズらしい動きになりましたよ。はい、綺麗な技ですね。ちぐさちぐさ、大きな声が飛んでおります。ご覧のように超満員ぎっしり、高い町民体育館は熱狂の渦。さあ、長与ちぐさが行く。そして今デビル正美が出てまいりまして、ヘッドバット。さあ、ヘッドバットお返しが来ますよ、さあ、しかしデビルにお返しを食いそうだ。今3発抜けました。さあ、デビルはどうするか。まず思い切って叩きつけました。そして足を落としました。強烈な技が炸裂しております。デビル、この辺り本当に迫力十分だ。髪の毛を掴んでどうするか。さあ、コーナーに持ってまいります。叩きつけてまた足を落としました。レッグドロップ。さあ、今度は大森が行く。何かクラッシュの反撃も一瞬で終わっております。あーっと、円錐だ、円錐切りが出ました。さあ、ライオネス・アスカトップロープに上がっている。そして今タッチだ。さあ、一気に今度はエルボーで行きました。背中に炸裂であります。アスカがどうするか、空振りに終わった。あーっと、大森が怒った。高いところから落としました。受け身が取れませんでした。ロープに振る、うまいところですね、大森いいですね。いい位置をしております。この間ですね、デビルの正美と組んでジャンボ堀が本当にいいレスリングをやりましたが、今日は大森がデビルと組んで本来の味、力を発揮しております。さあ、デビル、あーっと、バックオブリーか、強烈なバックオブリーか。思わず小松さんが声を上げました。60分3本勝負タッグ戦、本当に白熱、ハークビの一戦になりました。あーっと、エプロンでかろうじてかわしました。聖剣が飛んだ。そしてコーナーマットに今度はライオネス・アスカ反撃だ。どうするか。あれ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 、あー、ここから逆に捕まったですね。ここから逆に捕まって、ブレンバスターであります。きれいさー、3つ入りました。レシキのブレンバスター鮮やかに成功であります。いやー、ライオネス・アスカが逆転してしまいました。そうね、逆転ですね、完全にタイミングが出なくてね、はい、あっという間、デビル正美の前に一本を取られました。ライオネス・アスカ、長与千草が気遣っております。さあ、2本目が始まりました。アスカ猛然として反撃に移ります。盛んに足を飛ばしますが、よく見ておりましたデビル正美、簡単には食いません。逆にデビルがまたブレンバスターの体勢に入った。ブレンバスター、高々と決まる構えに落とした。フェイントをかけましたね、完全にフェイントをかけました。後ろに今小松さん落とそうとして前に落としましたので ね、受け身が取れませんでした。で、ね、今度は逆だ、大森空振りであります。さあ、長与千草がトップロープに上がっている。どうするか、叩きつけました、大森の上に落ちた、空振り、
エルボーが空振りであります。痛いですね。効きますよね。今日実質の高いぶりになりました。日本を先取しております。デビルの富田大森ゆかりちょっと危ない。後ろから挟んでいく。これは体勢が崩れました。いや一気に決めようというところ。このままいった。ジャーマンスープレックスホールド。大技を炸裂。あっという間。いやー、海津恵美ちゃん拍手喝采、大喜びであります。恵美ちゃん、はい、今のがですねクラッシュの得意技ジャーマンスープレックスホールドなんですけどね。鮮やかな大技が炸裂いたしました。いや立派でした ね。あれはもう文句のないです ね。ようやくあの小松政夫さんとね海津恵美ちゃんも女子プロレスを見ているという感じになりました ね。先ほどまではちょっと反則なんか多くてつまんなかったですもんね。本当にね、はい、さっきね、あらあらあら、そういうことがあったんじゃね叶いません。今度は大丈夫だと思いますからね。使いますね。安心して声援してください。どっちが勝ってもいいっていう感じがします。さあ今ゴングが鳴りました。セカンドアウトからこれから3本目のゴングが鳴るところ。超満員の堺町民体育館は沸いております。今日は茨城県の堺町民体育館からお送りしております全日本女子プロレス。いきなり大森がいった。なるほど、あれも顔面を打ちますね。あれもフェイントですね。最近は喧嘩技へ、ああいったフェイント技が多くなりましたね。相手が構えると逆の方ばっかり打ちますね。そうなんですよね。あ、今の面白い技初めて見ました。あ、いや面白い技が出ました。あれは大森ゆかり打ったでしょうね。そうですね、次々にフェイント技を出しております大森ゆかり。さあ今度はいった。あ、コブラツイストさっと入りました。懸命に来られている大森ゆかりであります。60分3本勝負、白熱の一戦を展開しておりますクラッシュギャルズ、デビルマサミ、そして大森ゆかり。さあ上から飛んだ。これは綺麗な空中ラリアートになりました。そしてデビルマサミが出てまいりました。さあどうするか。デビルがうまくかわした。後ろからとこの辺りデビルのうまいところ、後頭部を打ちました。アツカ危ない。ファンの声援が悲鳴に変わる一瞬であります。さあデビルどういった技を出すか。今度はクロスチョップ、フライングクロスチョップでいったレアスであります。強烈なデビルのフライングクロスチョップ3発いきました。いやー、しかしデビルマサミ選手はすごいですね。強烈な技ですね。そしてどうするか。あ、人間風車です。人間風車カウントが入りますが、これは2でした。ダブルアームスープレックスに行きました。アスカの動きが完全に止まりました。額に汗びっしょり、苦しそうなライオネスアスカ。やはりこうしてみますとデブリマサミの底力というんでしょうか、強さをもうひしひしと感じますね。実力ですね、はい、すごい実力ですね。まあ、この人はかつてはデビル軍団を率いておりました。しかし極悪同盟とね分裂いたしまして、今は一人我が道を行く。本当にデビルマサミの世界を見事に作り上げました。ファンも増えております。さあ今度はアスカの反撃だ。アスカの反撃見事です。大技が炸裂しております。リング上カウントが2つ入りました。ミスター赤くも大変だ。しかしクリーンファイトが続けられております。ほとんど反則がありません。場外戦もありません。ファンはもうね試合に熱中。すごいですね。このあのデビルの得意技なんですよ、はいはい、今初めて見せたでしょ。そうですね、あまり今まで見ておりませんでした。これは足の力が強い。なるほどね、はい、いやいや身動きができませんもんね。首ですね、はい、まあ、あの両腕を押さえてますしね、それから首を押さえてますしね、3箇所攻めがきれいに決まっております。いやこれはデビルスペシャルですよね。地味な技なんですけども、デビルのね力の強さをまざまざと見せつけております。さあアスカの劣勢に会場のファン止まらず、アスカコールが起こっております。まあおそらくチームちゃんもそういった心境でしょう。さあなんとかここで今チグさんにタッチできるか、タッチできるか、手が届くかどうか、手が届くか、届いた届いた、ようやく届きました。さあ今度は長与千草が出ます。長与千草例によって小刻みな動きを見せております。受けて立つデビルマサミ、貫禄十分、まさにデビルマサミ受けて立ちます。手四つの体勢になりました。あの
長井はこういう戦略で損ですよね。ああ顔面真っ赤ですがちょっと力ではかないません。この体勢から足を飛ばすね、円錐切りもあるんですけども、果たしてどうでしょうか。会場いっぱいに今度はチビタコール、声を枯らしてチビタコールでやります。さあどうなるか。あしかしチビタも相当力がついてきましたが、じりじりと押されて交代であります。後がありません。あーロープについた、ロープにつきました。ロープに今度は振った。あーっとちぐさ足が滑った。あーっと足を持った、ちぐさの反撃。しかしカウントは一つであります。なるほど、デビルの足の力は強烈ですね。さあどうでしょうか。攻められながら反撃しておりますのが長与ちぐさ、逆にカウントを入れております。お完全にね、ちょっとデビル雅美選手の背中がね、マットを離れました。さあしかし長与ちぐさ、先ほどから力比べをやってますので相当ね疲れました。バックを持った、バックを取った、どうするか、バックドロップ、強烈なバックドロップ。さあこれタイミングよく大森ゆかり出てまいりました。ちぐさ危ない、勝負は1本1本から決勝の3本目。あーっとお腹を打ちました。これはすごい技でしたね。あれはバックメーカーかと思ったんですかね、ライトを打ちました。盛んに剣と技を使っておりますデビル雅美、そして大森ゆかり。デビルの細い体があーっと危ない。はい、千恵美ちゃん悲鳴を上げる一瞬であります。さあここでアスカにタッチいたしました。クラッシュギャルズ苦しい試合を展開しております。人気最高抜群のクラッシュギャルズ、しかし今日の相手はデビル雅美、そして大森ゆかり、これまた力では最高峰であります。アスカアスカ、ホールが一段と高くなってまいります。体育館、今日は茨城県の高井町民体育館からお送りしております。茨城県のここは西部であります。もう茨城県の西の外れ、2万8000という町の人口でありますが、今日はそうですね、もう2500から3000人という大観衆がこの町民体育館を埋めております。ちょっとクラッシュギャルズいいところがありません、ね、今ペースが完全に青コーナーのペースですね。1本ですかね、まあ、1本は速攻で取ってるんですが、ほとんどの時間をされておりますが、これはうまかった。ライオネスアスカよく出ておりました。いや今ねデビルが決めようと思った技ですから ね、これはうまかった。バックを取った、後ろに落としました。さあようやく自分のペースになるか。カウントを入れましたが、これはカウントバンダ、そして長与ちぐさ取ってまいりました。まだ足が十分ではありません。あーっと足が飛んだ、強烈な足が飛びました。さあ長与18番であります。もう一発スバット、そしてヘッドバットいきました。ねえ盛んに長与ちぐさいっている。どうでしょうか。カウントワンツーであります。ファンが一緒になってね、カウントワンツーと数えておりますが決まりません。さあでも余裕ありますよね、どうでしょうか。パイルドライバーか、パイルドライバーでしょう、カモン、パイルドライバー行きました。これは必殺技。さあカウントが入る、あーっと3は入りません。なかなか決まりませんね。今ライオネスアスカに交代であります。今度はライオネスアスカ、もう一発いきますか、また1か、いやチグサが上に上がりました。ダブルパイルドライバーですね、高いところから落としました。2人攻撃だ。さあカウントを入れるか、あーっとカッカカウントを入れる。しかし驚異的であります、信じられません。先ほどから見てるか、私あの押さえつけてるのにいつの間にか体勢が入れ替わってるっていう状態になってるんですね。そこら辺がすごいですね、さあ今度は大森がねトップロープですよ、危ない、あーっと相打ちになりました。さあライオネスアスカ、やっとカウントを入れてほしいというところ、どうか。今日はデビルの組が本当によく耐えております。あーっとジャイアンツイングが出るぞ、ジャイアンツイングであります。お客様よく知っております、ジャイアンツイングの体勢に入るとわーっという歓声が巻き起こっております。ぐるぐる回っている、これが千恵美ちゃん18番なんです。すごいですね、はい、さあこれは決まった、さすがのデビル、あーっとまた耐えました、力ありますね、デビル素晴らしい。
ここで今長与にタッチでやります。しかしデビルも相当疲れてますね。あーっといった、一気にジャーマンでいきました。しかしこれもカウント2ですね。今度はライオネス、アスカだ。ライオネスがトップに上がった。さあアスカが飛んだ。これは決まった。手を伸ばしたがダメ。完全に入ったか。力ありますね。本当にすごいですね。もうヒョロ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 してるんですよね、はい、もうほとんど意識朦朧であります、はい、失神寸前というデビルマサミに対しまして2人攻撃が、いやこれは角度がありました。さあ今度こそ決まった。ミスター赤く入った。今度は入りました。とどめを刺しました。いやきついて喜んでおります。きついて喜んでおります。ちぐさとアスカ必要な攻撃を繰り返しました。クラッシュギャルズ、デビルマサミ、クラッシュの、ね、反復攻撃の前に敗れました。まあしかしね、最初はあの分断作戦を取っていたデビルマサミ大森ゆかりなんですが、最後はですねクラッシュの速攻の前にデビル大森のコンビネーションが完全に寸断されましたね。そうですね、あの、はい、ちょっとデビルが出すぎましたね。そうなんです、大森が出るチャンスがありませんでした。最後懸命に手を伸ばしましたがデビル及びませんでした。しかしクラッシュの必要な攻撃の前にさすがのデビルマサミも敗れ去った一戦でした。なかなかしかしクラッシュの力は尽くしましたよね、はい、いや素晴らしい試合でした。いかがですか上田さん。いや、ね、僕はなかなかクラッシュが力を尽くしたと思いますね。そうですね、はい、素晴らしい試合でした、それではね、はい、時間があまりありませんので今日のゲストのね、はい、海地恵美ちゃん、はい、どうでしたか。クラッシュ勝ちました。ねえ、よかったですね。素晴らしかったです。はい、あの女子プロレスこれからも一つ応援するので、ね、ありがとうございました。はい、はい、そして小松さん、はい、ね、いや堪能しましたね。最後の試合は本当にもう綺麗な技の連続でね、はい、いやもう改めてまた不安になります。ありがとうございます、はい、ぜひこれからまたあのお暇がございましたらねリングサイドに座ってください。ぜひ、ありがとうございました。ぜひお願いします。今日はもう熱狂の茨城県の高い町民体育館からお送りいたしました全日本女子プロレスであります。まだお客様がね興奮しきっておりますが、この辺りでお別れすることにいたします。ごきげんよう、さようなら。